大英過去に存在した、大英の店舗過去に存在した中国地区、四国地区の大英の店舗過去に存在した中国地区、四国地区の大英の店舗は、株式会社、大英及び子会社の中国地区、四国地区における閉鎖店舗を掲載している。かつてフランチャイズ提携により大英の店舗として営業していた店舗で、フランチャイズ中の閉店。 フランチャイズ契約解除による離脱の店舗については過去に存在した大英のフランチャイズ店舗を参照。現行店舗については大英店舗情報を参照。2010年9月20日に下関店が閉店して完全に撤退することになった。現在は解体されマンションになっている。旧大英鳥取駅南店、大英時代の外壁は白であった。 岡山市大英岡山店2005年11月30日、閉店岡山市以外広島市広島市以外徳山市、時和町2の 34SC 名称、徳山ショッパーズプラザ1964年2月に四国大英を設立し、同年4月に松山市に大街道店を開業して進出した。1969年8月にを九州合併して直営化。 2005年11月30日の南松山店閉鎖で四国から完全に撤退することになった。ジョープラ、ありがとうございます。